ハロー、まさかみちゃんでーす。ハロー、YouTube。というとでね。<laughs> いやー、ほんとね、最近ちょっとね、まあ、前からなんだけどね。あのー、まあ、かなり前いからっていうか、まあ、もう始めた3年ぐらい前からな。3年、まだたてが二2年半ぐらい以上前から。か かなうん、まあ、あの、結構ね、あのー、動画のコメントでも、まあ、まあね、えー、去年の7月末ぐらいから始めた、8月から始めたのライブね。えー、でもそうなんだけど、結構ね、なんかね、要求してくる人って結構いるでしょ、ライブで。なんか、何々してほしいとか。あの、何々欲しい。何々してくれ。あれくれ、それくれね。あと、なんだろう。えー ね、何々をやれとかね。うん。例えば、あのー、なんだろう、私よく視聴者さんからいろんなプレゼントされるじゃない。ね。えー、それでですね、あの、まあ、紹介するじゃないですか。じゃあ、それが欲しいとか言う人とかね。いや、それあの、視聴者さんがいただいたんで、基本的には私のものですよ。でもやっぱり視聴者さんの気持ちが入っていただいてるもんなんで、それをね、簡単に、じゃあ、視聴者さんが欲しいからって言ってあげるわけにはいかないじゃないですか。ね。 当然ね。まあ当然、何に使ってもいいよってね、くれてるよ。視聴者さんもね。まさかみちゃんあげるよって、プレイの強い。ただ、それをね、人に簡単にあげたり、できないじゃない。で、できませんって簡単にできないって言ったら、ケチケチって言われて、いや、そういう問題じゃなくて、気持ちの問題なんで、みたいなね。うん。感じで。だから私がね、あの、いつもね、あの、結構、 在庫抱えてるっていうか、昔、ね、あの、商売やってまして、その、パワーストーンとかね、そういう天然石みたいなものは、結構ね、あの、在庫っていうか、もう、もう、山積みで、もうね、捨てのはもったいないし、ね、あの、買い取り屋に引き渡すとすっごい安い値段に叩かれんのよ。だから、それだったら、こうね、あの、ぼちぼち視聴者さんにプレゼントしようとかね、知り合いにね、ちょっと、プレゼントしようっていうのをやるんですけども、実際ね、 プレゼントされたものをね、人にあげるっていうのはやっぱりね、抵抗があるのと、まあ、その都度ね、やっぱりね、ああ、どうしても欲しいって言ってて、私がちょっと被っちゃったんですよ、みたいな感じで、あげる分はね、あれだと思うんですけど、結構そういうのが多いですよね。あとね、コメント読んでくれ。<laughs> コメント読め、読み読め、ちなみにねこ。コメント読み読めもね、全部私昔からコメント読まずにライブをするタイプ。まあ、ニコ生の時からですけどね。あのー、なんで、それしかも、あの、私ちょっとね、あの、視力が悪いんですよ、実は。うん。まあ、あの、運転には必要ないんですけども、車の運転。ただちょっとね、あの、やっぱりね、やばいかなっていうと。あと耳がちょっと聞こえにくいっていうのもあって。またちょっとね、 やっぱりね、あのね、コメントを全部読めない。まあね、丁寧にずっとコメント読む人いるでしょ。俺、すごいなと思うもんね。私、ああいうのできないよ。<laughs> 基本的にしない方向なんでね。で、あのー、すごいコメント書いて、全然悪気ないのよ。こいつだから飛ばそうとか、こ、こいつ嫌いだから飛ばそう飛ばしてるわけじゃないんだよ。もう、コメントの中で、ポン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 と目についたやつを読むタイプなんですよね。 うん。だからそこら辺を勘違いしてめっちゃ怒る人とかいて、ね、なんで読まないんだみたいなね。えー、めっちゃ怒る人いるじゃん。ああいう人とかちょっとね、あの、ちょっとね、私無理なんですよ。だからその、な,なんていうのかな。あの、リクエストとかはあるでしょこれやってほしいよと、こんなんしてっていうの、リクエストはいいんだけど、明らかに命令口調で言ったり、すごいね、あの、 私もね、ライブで、これ、言ってますよ。ライブで、言ってますよ。こうやってね、欲しいですとか集めてます。言ってますけど、まあ、まあ、ネタの範疇ですよね。<laughs> まあ、人のこと言えないですけど、でもあの、視聴、あの、なんだろ。う、あの、ライブしてるときに、まあ、 な、な、なんだろう。視聴者さんが欲しいっていう気持ちはわかんのよ。だから、あの、あ、見てて、ほて、あだ、例えばテレビ見てて、芸能人の人が持ってるのを見あ、欲しいなって思うのはあるじゃん。だからそういうノリでね、あ、まさかみちゃんの持ってるの欲しいなって、欲しいって言うのはいいのよ。可愛いのよ。そういうのは可愛いのよ。ただ、それをくれなきゃどうのこうのみたいな人いるでしょ。ね。うちの子がそれを欲しがってんだよ、みたいなね。うん。 例えば私のあの、あのね、あの、コレクションのモデルガンとかね、見せたら、うちの息子が欲しがってるよ、まさかみちゃん。それやってくれたら嬉しいとかね。私がガンプラ作ってる。で、ガンプラ作ってたら、うちの子がガンプラ欲しいって言ってんだよ。それ送ってあげてよ、とか。言う人いるのよ。<laughs> もうね、あの、そう、あのね、あの、あげたいって気持ちはあるんだけど、いちいち対応しきれない、こっちの立場も考えてほしい。 で、書く。で、ね、ちょっと書いちゃう場合はあるよ。ね。ちょっと息子に頼まれたから書いちゃったとか、娘にか頼まれたから書いたんだけど、みたいな。はあるかもしれないけど、それをしつこくずっと言う人いるでしょ。うん。あれはね、良くないと思う。別にな、あげたくないとか言う、言ってるわけじゃないよ。あげてもいいんだけど、そういうのを見るとね、周りの人がな、はーってやっぱ見てるのよ。うん。 何あの人みたいな感じになってるから、じゃそういうのはね、ちょっとね、やめていただきたい心当たりのある人はね。<laughs> あのね、こうやってこじってる私が、こじってる私がね、言うのもなんですよ。言うてるんらね、皆さんちょっと一人で集めることできないんでお願いしますって言うてる。私が言うのも、あれですけど、私、棚にあげますけど、<laughs> それでもね、あのね、 普通にこう、ソートな感じはいいのよ。ああ、それ、まさかみちゃん、私そういうの欲しいとかね。そういう、ソートな感じはいいのよ。うん。できたら欲しいな、みたいな。もうね。 なんでくれないんだ的なね、人いるでしょ読んでほしい、コメント読んでほしいっていうのはいいのよ。全然ね、あ、ごめんなさいって言うけど。コメントなんでお前読めないんだ俺のこと無視してんのかあ、また無視したまた無視したどういうつもりだ俺ケンカ、俺に喧嘩売ってんのかって。いや、お前が喧嘩売ってきてんじゃんみたいな。そんな感じになるじゃないですか。 <laughs> そこをちょっとね、あの、考えてほしいかなと思いますね。うん。で、あの、視聴者さんだったらいいんだよ。視聴者さんだったらね、その、や、ライブしてないからわかんないけど、ライブしてる方とかでも言ってくるのがびっくりしますよね。普通の動画上げてる人だったらね、その、ライブのこのね、やり取りのあれがわかんないかもしれないけどあの、ね、自分もライブやってて、そういうこと言ってくるのはちょっとちょっと違うでしょう、みたいな。ね。 あんただってめっちゃ飛ばしてるよ、みたいな。私のコメントどんだけ飛ばしたなと思ってるよ、私も。<laughs> 言われた瞬間にね。いや、あんた俺のコメント全部読まないじゃん、みたいな。なのに俺に読めって言うのとか。<laughs> そこだね。だからなんかね、なんかね、結構わがままの人が多いっていうか、まあ、わがままなもんだよ、人間っていうのはね。自分の欲望を満たしたいっていうのはわかるけど、あまりにもそのね、あの、そういう、 ガツガツ、なん、ガツ、なんでよ、ガツガツっていうかなん、なんかね、自分を最優先にしろっていう感じの人が、たまに見受けられるんで、それはね、ちょっとやめてほしいかなと思います。だからずっとね、毎回毎回来てるね、人たちでもそんなこと言わないよ。うん。でもたまに来て、ギャーギャー言うのはちょっとね、良くないと思う。うん。他の人が見てて、あの人何って感じになるし、あのー、ね、 当然ね、仲のいい人が来たら、たまに来たらね、中心に読もうとは思うけど、どうしてもこう、コメントが流れるみたいなね。例えばあの、あの、私のこと大好きなライフハースさんが来るじゃん。ね。チェリーさんたちが来るじゃん。そしたらね、あの、もうその、そのね、海外のコメントをブロックしろ、海外の奴らブロックしろっていう人もいるけど、できないじゃん。だって、私のおっちゃんのこと好きで来てくれてんだよ。応援しに来てくれてんだよ。ね。で、コメントが流れるわけじゃん。 ね。コメント流れるから読み飛ばされるから、なんか、あーって、俺伝えたいこと,ことあんのに、と思って、なるんじゃん。でも、本当に伝え、伝えたいことがある人は、あの、ツイッター公開し、ね、ツイッターのまさかみりゅうほーのツイッターね、ダイレクトメールで来るよ。本当に伝えるね。だから、コメントで捨てらな、なんか、承認欲求かなんかは知らないけど、その、ね、そのコメント、その場でね、その、やっぱりこう、 流れでやっぱり話もするし、ね、ま、たね、私の場合流れもおむしで喋ったりするけど、そこだね、そこら辺を結構ね、勘違いしてる人が最近増えて、困ってます。<laughs> 対応に困ってます。<laughs> で、あのね、やっぱり揉めちゃって、私もね、やっぱりたまに切れてね、うるせえな、お前、いい加減しろって言っちゃうからさ。来なく、まあ、それはもう来なくなっても仕方ないじゃん、それはね。やっぱその価値観っていうか、まあ、その、なんだろう。うね。 だからネタでやってるもは分はわかんじゃん。ネタでやってね。あ、まさかみこの野郎みたいな。お前寝やがってとかさ。お前こないださ、みたいな。洗濯に行ったっきり帰ってこなかったとか。それはね,ね,ね、ネタでね、ずっとやってくれてもいいんだけど、あんまりしつこいのもね、どうかと思うんで、ほどほどにしてください。基本的にちょっとね、あの、私あの、コメント読まないんで。 もうニコニコ生放送とかからもうずーっとね、ツイキャスでもそうですし、基本的にはね、あの FC2 ライブを昔やってたのかな基本的にはあの私コメント読まずに、適当にコメントはたまには拾うよ。全部読まずに行くタイプね。うん。結構昔からコメントがばーっと流れちゃってたんで、えー、まあ人気あるんでね。<laughs> お許しください。 ほんとね、コメント全部読めないし、もうね、あれ欲しい、これ欲しいっていうのもね、なんかね、自分が言うのもなんですよ。私が言うのもなんですけど。<laughs> 控えてください。あい相当に食いつてないんだあ、それ可愛いから欲しいって言えば全然いいんだけど、しつこいのね、しつこいの。めっちゃしつこいの。しつこいの。<laughs> しつこいのやめてほしい。普通にサラリーはいいんだよ。 まあ私はしつこいんですけど。私はしつこい方なんですけど。自分を見てるようで嫌。<laughs> ということでした。えー、ということで皆さんね、あの、とはいってもあの、コメントをたくさんね、いただけると嬉しいんで、こりずにコメントください。またね。